はい、皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、タイムバンク1億円キャッシュバック債セールなど購入時の注意点を解説ということで、前回ですね、アップしたタイムバンクの1億円キャッシュバック債について、前回は速報という形で動画を作成しました。その時に気がついたことや、僕がやらかしてしまったことなどについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速なんですけども、キャンペーンのおさらいを簡単にしたいと思います。まず、1億円キャッシュバック債ということで、1日1回 50% キャッシュバック、そして、お友達に紹介したらあなたにも 50%、期間は6月の21日から6月の28日までということで、1億円に届き次第終了予定ということになってます。で、この内容に関しては前回の動画でもお伝えしてますので、下の概要欄に動画のリンクを貼ってますので、そちらをご確認ください。で、ここからは前回の動画でお伝えしきれなかったことについてまとめました。で、まずはキャッシュバックの際には必ず招待コードを入力してください。前回僕の動画では見事にやらかしてしまったんですけども、なんとですね、紹介コードなしで購入してしまってるんですよね。ある程度安かったから、良かったのはいいものの、本当に自分のポンコツさにすごい痛感してますね。で、皆さんはそんなことがないように、タイムバンクで何か今回のキャンペーンを使って購入するときは、商品を選んだ際に数量を選ぶ画面があるので、その時に紹介コードを入力すれば 50% のキャッシュバックを受けることができます。で、中には紹介コードを入力できないものもあるので、これは今回のキャンペーンの対象外となってますので、お気をつけください。一応紹介コードを入力する例を説明すると、こちらの例えばそうめんを選択して、この画面の下の方に下がると、今回のキャッシュバックについての説明と自分の紹介コードが表示されます。で、ここにもちょっとした説明が記載されているので、しっかりと確認した上で右下の注文に進むをタップ。で、ここで紹介コードを入力したらキャッシュバックがされるという仕組みになっています。次に、紹介コードを入力できないキャンペーンの対象外となる商品ですね。それこそ僕がやらかしたパターンなんですけども、このように商品を選んで数量の画面で紹介コードを入力できない場合ってのがキャンペーンの対象外となります。次に、複数個同時購入をする場合なんですけども、そのうちの1個がキャンペーンの対象となります。で、安くなってるとは言っても、ここで同じものを2つ購入しても1つだけがキャッシュバックの対象となってます。今回のキャッシュバックっていうのは、初回購入のみ適用されて、キャッシュバック上限というのは5000円までとなってます。で、同じ日の2回目以降の購入については、通常の 10% のキャッシュバックが適用されるということになってます。で、今回のキャッシュバックは2週間後にアカウントの残高に付与されるようになってます。そして決済手段なんですけども、コンビニ決済、そしてドコモ払いでの支払いはキャッシュバックの対象外となってますので、お気をつけください。ちなみにですね、まだタイムバンクのアプリを入れてない方がいましたら、こちらの紹介コードを入力すると、初回300円をゲットした状態で始めることができます。で、下の概要欄にリンクと紹介コードを記載してますので、そちらもご確認ください。ということで、今回はですね、タイムバンクの1億円キャッシュバック債の注意点についてお伝えをしてました。まだですね、始まったばっかりのキャンペーンですが、かなりお得なキャンペーンとなってますので、一度見てみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。